もうちょっと下で。あ、どうも亀城です。てなわけで今日なんですけど、えってなるような世にも珍しいものを UberEats でかき集めてきたんで、それがこちら。はーい、これでーす。はい、皆さんこれ何かわかりますか？ちょっと開けてみますね。はーい。うわ、匂いがやばいぞこれ。はい、こちらなんですけど、香港式ワッフルっていう、一応ワッフルなんだけど、このナメック星みたいにダマダマした感じ、何年か前から見かけてたんだけど、あんま食欲そそらない。いや食べたことなくて、で僕この世で一番ワッフルが好きなんで、今日は普通のワッフルと一緒にワッフルどれだけ食べれるかでございます。シンプルに楽しみ。てなわけで早速入ります。これどうやって食べるんだ？あ、そう、これあ、これ。これじゃなかったらもうワッフルじゃないもんね。これワッフルじゃないよね。ねえ、そうだよね。君は誰だ？このスタンダードのやつはパン屋さんの特製ワッフル。で、こっちはマネケンのワッフルたち。嬉しい。ワッフルタウンじゃー。流行るぜ、今。いただきます。この2つウーバーで買ってきたんですけど、お得セットみたいなやつでバナナドリンクみたいなのついたから、これからいっちゃいますね。僕あんまバナナジュースって飲んだことないんだけど、お味はいかに？いただき。おー、これどうやって食べんだろうね。あ、芋蒸しタイプだ。ほら、こんな寝袋みたいにくるまっちゃって。うわ、はじめまして。うわ、優しい。全然違うわ。やっぱワッフルの醍醐味ってさ、角張ったサクサク感だったりするじゃないですか。これやっぱ見た目丸なだけあって、もっちもち。でもそこがいい。究極に食べづらいやつできちゃったかもね。日本上陸しちゃった。見た目はめちゃめちゃ奇抜だけど、食べるとなんかホームメイドパンケーキみたいな、すごい懐かしい感じというか、安心しますよね。これはワッフルじゃねえな。バブルです。ワッフルみたいに呼ばれてることもあるらしいから、ワッフルではないんだな。僕のワッフル大好きエピソードなんですけど、前舞台とかやってた頃に、ミスターワッフルみたいなワッフル専門店の差し入れをいただいた時に、僕一人で4個ぐらいいただいて、でなんか専門店のワッフルって食べたことなくて、あまりの美味しさに衝撃を受けて、これ一気に食べないでちょっとずつ食べようって思ったんだけど、気づいた時には4個全部食べてたっていう、衝動を抑えられなかったんだよね。こっちがワッフルです。さすがですね。やっぱパン屋さんだからさ、ワッフルもなんか半分パンみたいな、あなたはパンよみたいな催眠術かけられたんだろうね。どっちもいいかも。一説にはこれ屋台フードみたいなポジションらしいんだけど、超絶食べづらいよな、これじゃあ。虫って食べるのが正解かもしんない。これ癖になっちゃうかも。このナメック星人のコブのさ、つなぎ目みたいなやつが意外とカリカリしてて、もちもちとカリカリのコンビネーション。アドバンスジェネレーション。これ遠目で見たらさ、ブドウにも見えなくないよね。ブドウやる気はないか。これココア味ね。うわ、美味しそうなモースっていう感じ。僕さ、普段 Uber とか全く使わなくて、これが人生3回か4回か5回か6回目ぐらいなんだけど、毎回玄関先で受け取るみたいなやつにするんですよ。やっぱさ、直接ありがとうございますとか言いたいし、ちゃんと持ってこいよ。見てるからな。みたいな感じで玄関先で受け取るんですけど、誰々さんが運んでますよみたいな見れたりするじゃないですか。それでさ、なんか愛着みたいな湧いちゃって、後で必ずチップ渡しちゃうんだよね。絶対チップは渡せねえからな。みたいな気持ちで頼んでるんだけど、もう絶対渡しちゃうんだよね。なんか対策を練らなきゃなと思って、今度は。もし Uber とかよく頼む人で、あたいチップあげたことないわよみたいな人いたらコメントお願いします。次は絶対渡さねえからな、ひろき。じゃあちょっとこっち先行っちゃっていいですかね。ミックスベリーみたいなやつなんだけど、よいしょー。寝袋でこれ作るのも大変だろうな。シャスおいしい。生地のもちもちとベリーの酸味がとてつもない仲良しだね。これ1個で800、900円ぐらいしててさ、うわ、高ーと思ったんだけど、結構ね、満足感が強いんだよね。だから、まあ、いっかな。これホワイトチョココーティング。めっちゃ良くない？ホグワーツみたいで。あはは。うんうんうん。いいやんか。コロナになって10日間ぐらいお家から全然出れなくてさ、ご飯とかもすごい消化のいいおかゆに毛が生えたぐらいのやつ。まあ僕抜け毛がすごいから毛が生えてんだけど、そういうのばっか食べてたから、前もそんな食べれるタイプじゃなかったんですけど、余計に食べれなくなっちゃって、もうなんかいいもんね。これが一番いいかも。だからちょっと落ち着いたら食べ放題で修行したいですね。ホワイトチョコで、あーちょっと口甘いなーってなってからのお口さっぱり。うんうん。これ食べづらくなければもっと食べたいね。なんか惜しいんだよな。見た目も可愛いし、勉強もできる委員長タイプなんだけど、語尾がザンスっていう感じ。なんか惜しいんだよね。このもっちりにやられるとこだった。ほんと形を変えたパンケーキだね。わかった。そりゃ美味しいわ。チョコ。無理。ごちそうさまでした。はってなわけで。まあ、美味しいね。うん。よかったわ。今度またちゃんとワッフルだけ集めてみたいですね。あともうちょっと食べれるように修行したいと思います。このパッフル、美味しかったんで皆さんよかったら召し上がめしましょう。残ったやつはまあ今日の夜ご飯にでもラップにくるんでチンでいただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらこの動画も見てください。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ではまた。香港ワッフルとか台湾カステラみたいな感じで、海外で日本のホニャララみたいに言われてたりすんのかな。気になって夜も眠れ。またねー。